カール・ヨーゼフ・フォン・エスターライヒは、オーストリア大公家の大公、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の末弟。イ・ハラのカールと呼ばれた。ブレスラウ司教、ブレッサノーネ司教、ドイツ騎士団総長を務めた。1621年、兄皇帝より、ボヘミア王官領の公正国グラーツ伯領を与えられた。内オーストリア大公カールとその妻で、バイエルン公アルブレヒト5世の娘であるマリア・アンナの間の末息子として生まれた。両親は実の叔父と姪の間柄だった。父はカールが生まれる1ヶ月前に死去していたため、イ・ハラとして生まれた。罰子として聖職者の道に進むことを定められ、幼い頃からパッサウ、ザルツブルク、トリエント、ブレッサノーネの司教座聖堂参事会員に名を連ねた。大公の不育係には後に、ゼッカウ司教に就任するヤーコップ・エーバーラインが任命された。1608年7月7日にブレスラウ司教に除外され、12月14日にラバント司教ゲオルク・シュトベウス・フォン・パルムブルクに付き添われてブレスラウ市に入城した。また、クルク司教ヨハン・ヤーコプ・フォン・ランベルクが教育係として若いカールの相談相手となった。1613年にブレッサノーネ司教を兼ねることになり、二つの司教領の管理者を務める必要から内世に教を移した。1615年に司祭安守を、1619年に司教安守を受けた。つまりカールは、教会法に定める司教除外年齢を満たさずに司教に就任していた。同じ1619年、いとこで、ドイツ騎士団総長のマクシミリアン大公が死去した際、その後継者に定められていた兄マクシミリアン・エルンストが1616年に創生していたことからカールが総長職を引き継いだ。シュタイヤーマルク大公家の継子と同様、カールもまた厳格なカトリック信徒として育てられており、ブレスラウ司教領をめぐる政治、宗教情勢を憂えていた。いとこの皇帝ルドルフ2世が1609年勅書でシレジアの福音派の諸侯、盗賊にカトリックの諸侯、盗賊と同じ権利を与えた際、カールは皇帝に強く抗議したが無駄に終わった。カールは1617年、シレジアの州総督にカトリック改宗者のチェシン公、アダム・バツワフを就任させるように仕向けている。プファルツ選帝公、フリードリヒ5世がボヘミア王に選出されると、30年戦争が勃発し、カールも内世の司教宮殿にはいられなくなって、義兄のポーランド王、ジグムント3世の宮廷に逃亡し、その後はブレッサノーネ司教領に移った。1621年の白山の戦いの後、ようやく内世に帰還し、翌1622年に同市にイエズス会の学校を開設した。1621年10月1日、兄の皇帝フェルディナント2世により、ボヘミア王冠の公正国グラーツ伯領を授けられた。同伯領は皇帝に対する反乱に参加し、皇帝の差し向けた鎮圧軍と戦っていた。伯領の盗賊は1622年10月28日に皇帝軍に降伏し、翌月の11月にカールが伯領総督に任命した。フィリップ・ルドルフ・フォン・リヒテンシュタイン=カステルコルンに忠誠を誓った。カールはブレスラウ司教領の一部内世公領で以前から進めていた対抗宗教改革をグラーツ伯領にも課した。伯領では福音派の説教師や学校教師が追放され、貴族、都市、自由裁判官は処罰された。カールの支配地域に住むプロテスタントは国外逃亡か、カトリック転向の2択しか残されなかった。1624年、カールは、甥のスペイン王フェリペ4世に、ポルトガル副王就任を要請され、マドリード宮廷を訪れた。しかし到着後すぐに発病し、同年の12月末に死去した。遺骸は、エルエスコリアル修道院の王子廟に葬られたが、カールの生前の意思により、心臓だけは抜き取られて、銀容器に入れられ、内世のイエズス教会に納められた。ありがとうございます。